嗨，大家好，我是一个学的医生，今天我要分享日本人觉得台湾人很热情的理由五件故事。连台湾人也说台湾人的特色是人情味，那到底为什么呢？就是我要打给日在台湾的日本朋友，还有来过台湾的日本朋友，我要问看看为什么觉得台湾人很热情，有什么觉得台湾人很热情的故事。那首先我要开始分享哦，一个学的医生，我刚来台湾的时候，我去了这里，这边是在南京附近站附近的 YY 的友山，我听朋友说有这个景点就去这里了。我在那边一个人自拍，可是都拍不到我的前身。这时候一个学生过来我这边跟我说，要不要帮你拍？那时候我完全听不懂，可是看他的动作就知道大概的意思。我说谢谢，然后给他手机了。然后他帮我拍之后，我看了这个照片，我觉得没那么好。可是那个时候真的不好意思说再一次帮我拍，所以只好说谢谢。他离开后，我就是自拍，可是都拍得不好，自拍是还是有一点难。这时候从后面跟我说，还在拍啊，给我手机，帮你拍啊。然后他帮我拍几张，里面有一张很好的。那个时候他帮我拍的照片是这一张，所以我跟他说谢谢。然后竟然他给我一罐咖啡，好像在后面的便利商店顺便帮我买的，然后再跟我说 Welcome to Taiwan, Have a nice trip, 这样离开了。我真的感动，然后我什么都说不出来了。我那个时候开始觉得台湾人很热情，真的太厉害，日本人可以这样做吗？我在台湾的最难忘的一件事，那时候的时事，真的感谢你，因为有你开始觉得台湾人很热情。快流泪，这样很感动。一个是的一是，然后下一位是 Taka，但是就在台湾六年的，现在在孟德哥开的章鱼小店的店长，问一下有什么故事吧。もしもし。もしもし。よし、じゃあ早速聞いていいですかね。台湾人の人が優しいなって思ったことを教えてください。このエピソードも来た当初なんですよね。台湾の旧正月で、その時期来てすぐだったんで、日本に帰ってなくてこっちにおるってなったんですけど。決勝の時ってもう店とかも何も閉まってたり、何しようかなと思ってて、でその時に、まあ、急に台湾人のその時一番仲良かった友達が連絡してくれて、あんたが何してんのみたいな、何しようかと思ってるね、などこもやってないしって言ったら、じゃあうち来たらいいやんって言われて、優しい。そう、実家に呼んでくれて、もう本当に家族、おじいちゃんおばあちゃんとか親戚全部集まってる中に日本人の外国人が俺を呼んでくれて、すごいね。向こう家族とか一切知らんし。やのに全然あもういいよおいでおいでみたいな、寂しくしてあ一人でおるんやろうみたいな、えそんなにいいんかな、どうしたらいいんやろ、喋られへんしみたいな、不安もあったんですけど、おばあちゃんとかちょっと日本語で来たりするから、日本語で話しかけてくれたりもしたり、へでとにかくめっちゃファンゲームで、でもおせち、また日本でいうおせちみたいな、台湾の高年菜っていうかな、あれとかもう家でごちそうしてくれて優しいね。でしかもお年玉までくれて、でもえあんた旧正月だからやることないんやろって言って、じゃあもう旧正の間ずっと家泊まっていいよ、パンとかも出してくれて、料理してくれて、その友達のお兄ちゃんとかと一緒にみんなでゲームしたりして、そうそう、もう家族ぐるみで、それは嬉しいね。そうそうそう、それはびっくりした、こんな台湾人がいるとほんまないみたいな、何も関係ない、あ全然おいでおいでみたいな、誰でもおいでみたいな、優しいというかもうそれを超えてしまってる。そうだね、ありがとう。そんな感じです。ありがとうありがとう。お疲れです。はい、じゃあね。はい。はい。わー、太棒了。这个真的很不容易耶。下一位是阿斯卡さん，他是住在台湾五年的前辈，有时候一起喝酒的朋友，他的故事也蛮可爱的。那问看看吧。もしもし。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。しました。はい、いえいえ、とんでもないです。じゃあ、早速ですが、聞かせてください。台湾人の人が、すごいいい人だなって思ったエピソードあれば。なんか台湾に来たばっかりの1年目の時に、なんか大きい総合病院に、診察に行った時に、はいはい、なんか番号札取って、20人待ちぐらいで、ようやく自分の順番回ってきて、お金払うってなった時に、
さて、その時台湾のクレジットカードまだ持ってなかったから機械で払えなくて、あのお財布に入ってた現金が1元だけ足りなかったの。もう一回並ばなきゃと思って、あのそのカウンターの人にちょっとあのお金が1元足りないのでATM で、はい、あのお金を下ろしてもう一回番号札取って並びますねって言ったら、めっちゃ時間かかるやつだ。そしたらなんか電車とか言って、はい、なんかポケットあさり始めて、そのカウンターのあのおばちゃんがなんかポケットに1元入ってて、なんかもうおばに通りって、えなんか払ってくれたの。マジですか優しすぎだろそうで、それでお大事にねって言って、台湾のカウンターの優しい優しい おかげで、はい、無事会計できたっていうエピソードがわあって、マジ全くこんなの日本ではありえないじゃん。なんかびっくりしちゃった。あそれは素晴らしいですね。そうで、なんかやっぱり、はい、なんか困ってる人いたらなんかできる手助けはしてくれる感じがあって、台湾ってすごい、わかります、すごい優しいなと思って。共感です。わかりました、ありがとうございます。アスカさん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。我一直都这样，大家都真的很温柔。下一位是高知，大家应该有看过吧？他是我的好朋友，就是台湾三年，他是国青卫视台湾好时间的主持人，应该可以听很厉害的故事，因为他是主持人。もしもし。もしもし。お疲れ、ありがとね。じゃあ早速ですが、台湾人の人が優しいなと思ったなんかエピソードあればお願いします。はい、ないです。はおいお前マジ今多分すげえ顔したと思うふざけんなよあるあるある、お願いします。あの僕やっぱ当初来た時にですね、語学学校に通っていたんですけれども、うん、まあ、その当時本当に中国語全く喋れなくて、はい、で、まあ、台湾人の友人も全然いなかったんですけど、うん、まあ、通い出してからその学部生の人たちが、まあ、台湾人と交流するきっかけがあって、うん、でそこで学部生の台湾人と仲良くなったんですね、うん、で、 でもその時の俺本当に中国喋れなかったけど、例えばもうツーファンみたいなとか でも彼はこうすごいどうにかしてもう汲み取ってくれて、マジご飯食べに行きたいんだとか、うん、あとなんかこう飲み物飲みたいみたいな、もうなんか言ってたけど、全部それも汲み取ってくれて、こうなんかいろんなところに連れててくれたし、なんか飯とかもさ、いつもさ、聞いてきてくれるじゃん、うん、食べたとかさ、終わりにね、うん、そうそう、だから本当になんかすごい思ったのが、本当に台湾の方は大阪のおばちゃんかと思ったっていう話ですね。おー、そこですね外国人で一人だからってことで、要はいろいろ気にして何でも聞いてくれたってことだよね。そうそうそう、隣の家族かのようにね、気にしてくれたっていう。優しい。OK、ありがとう。ありがとうね、たかし。はーい。我不知道在日本的语言学校，可是我要想想，应该日本人的话不太可能吧？还是我觉得台湾人很热情。下一位是我的朋友刘展，他是以前来台湾工作，他的工作是美容院的设计师，听说他也有很特别的经验，那问问看吧。もしもし、久しぶり。お疲れ様です。おひさ。それでは早速ですが、台湾人の人がいい人だなと思ったこと、なんかエピソードあればお願いします。僕が以前あの台湾に行ってた時なんですけど、はい。まああの歓迎会をしていただいた時に、台湾の飲み方にしっかりとやられ酔っ払ってしまった際に、財布をなくしてしまったんですよ。おお。で次の日に。あのスタッフの子たちがお休みなのにわざわざ交番だったりとか行ったお店とか道を全部あの手分けして探してくれたことがあって、わそれすごいね、休みの日に、休みの日に、日本じゃありえない、それはやばいね。そうで、まあ残念ながら中身は空っぽだったんですけど、おあの財布は戻ってきて、ああよかったね。まあそのエピソードを話したら、さらにその1ヶ月間皆さん心配してくれたのかわかんないんですけど、はい、あのお弁当を作ってきてくれたりとか、ええー、持ってきてくれたりとか、うん、もう
すごい心温まりましたね。マジ優しすぎるだろ。いや、ほんと涙でそうなりました。そうだよね、日本だったら考えられないよね、とりあえず。そうですね。そうだね、ありがとうありがとう、また連絡するわ。はい、はい、ありがとう、バイバイ。はい、失礼します。うわぁ、いくつだ、いじゅー。你们觉得怎么样呢？我觉得真的真的太厉害。我在 IG 上提早问了，有什么觉得台湾人很热情的个性吗？其实很多人给我回答，而且每个都是很热情的。最多的是迷路的时候带去目的地，也是非常温柔的。而且不管男生女生年龄怎么样，我觉得真的很棒，我也要学你们咯。谢谢收看我的影片，如果有让更喜欢的留言比较多的话，可能要拍第二集咯，所以请大家给我按赞加订阅哦，还有小铃铛，还有我在台湾的活动都放在 IG 哦，请大家帮我追踪一下。那谢谢大家，下一个影片见哦，拜拜。